はい、行きます。お願いします。Oh!
Yeah.
今日弁当巻く予定だったんだよ。今日うるせえ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 、もう今日負けなかったから3月11日はマーベラスとも対抗戦あるし、次の段取りいろいろ変わってくるの。こっちの会社の流れが変わってくるわけ。もう3月20日名古屋、そこでね、もう40代のねスケジュールは抑えてあるから、もう抑えてあるから大丈夫。ちょっと待って、ね、ちょっと待って、まずこっちが先だから、ちょっと待って、それは待ってろ。今はのエリザベスなんで、ちょっと待ってるわ。分かりました。なんかもうすごい負けたくせにすげえ態度悪いし、すごいどんどん段取りしてくるんで、これ社長超怖いんですけど、分かりました。あの声も顔もやり方も汚い岡さんなので、皆さんに分かる説明しますけど、まず私のベルトの撮影とかが後回しになって決まったこと、3月20日の名古屋の大会でエリザベスをやるんですね。で、私今日防衛させていただきましたので、私がチャンピオンということで、じゃあチャレンジャーですね。で、もう一人もう用意したもの、スペースが押さえてるそうだもん。じゃあ、あ、分かりました。では、あの、あ、いや、やるのはいいんですけど、毎回王さんが入ってくるってことですか。あ、分かりました、分かりました。だからそういうガツガツする40代なんですね。分かりました。3月20日それで、3月11日のことがすごいないがしろにされてるんですけども、やらなきゃいけないの、 OK、 はい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 、3月11日マーベラス、早く選手決めてくれません？そうですよ、うちは5人しかいないんですよ。だから5人早く決めてくれる？決めてんの、早く決めてんの、早く決めてんの。このマーベラス対ウェーブ、これね、前回勝ち抜きだったけど、ウェーブちゃんは勝ち抜かない5人、5対5でいいですか？勝ち抜かない問題も抜かない、しなくていい、そう、みんなが1試合、はい、勝ち抜かないで5試合が確定です。それプラス、生きのいいヤングの試合1本入れとこうかなと思うんで、早くメンバー決めてくれます？よろしくお願いします。うちこの5人しかいないんで、はい、すぐ決めてください。すいませんね、なんか本当に申し訳ありませんでした。すいません、ありがとうございました。分かりました、分かりました。そうだ、すいません、そこから教えてもらったんだよ。はい、嘘だ、お前が教えてねえよ。すいません、うちの社長がちょっと皆様に聞き取りにくい声なので、ちょっと違う、ちゃんとやほしいます。今日は3月11日、まだメンバーは決まっていないんですけれども、対面決めていただくということで、ありがとうございました。マーベラスの皆さんでした。3月11日、お楽しみに皆さんに。ありがとうございました。いえ、あなたもちょっと出てとらっていいですか？言ってますけど、全然まだ、見てください、ステージ上一輪の花火。忘れてた。今日は代読としてスペシャルゲストがおりますので、もうちょっと下がって、とにかくマイクを一回置いてもらっていいですか？忘れてた。それでちょっと、ここからは私のそういう撮影なんで。はい、では改めまして、はい、見事初防衛をいたしました井田選手へと、武崎遥香選手が代読といたしまして、認定書の贈呈、そしてチャンピオンベルト、そしてこちらですね、トロフィーの授与となります。認定書、チャンピオン旧姓広田エリザベス桜殿、
あなたは令和2年3月1日新木場ファーストリングにて行われた WWWD 世界エリザベス選手権試合にて勝利したので、ここにチャンピオンであることを認定いたします。令和2年3月1日ワールド女子プロレスディアナ株式会社代読梅崎遥。チャンピオンベルトの授与です。